ATND1061 ビームフォーミングアレイマイクロフォン。この動画ではマイクを天井に直接取り付ける手順を説明します。必要な工具は電動ドリル及び天井の素材に適したドリルビットです。本体には天井面への取り付けに使用するネジは付属していません。マイクのサーフェスマウントアダプターは針や真柱など構造部材への取り付けをお勧めします。これらが見つからない場合は適切な定格の壁用アンカーやトグルボルトを使用してください。天井面でマイクと各話者との距離がほぼ等しくなる位置を探します。マイクの配線はジャンクションボックスやグロメットを使って天井面に引き出します。銅根の施工用型紙で取り付け穴とケーブル貫通穴の位置に印をつけます。設置場所はマイク及び取り付け金具の荷重を支える強度が必要です。サーフェスマウントアダプターを使い、穴の位置とマウントが天井に正しく配置されることを確認します。適切なネジや壁用アンカーを使ってアダプターを天井に固定してください。この取り付け面は木造張りで、ジャンクションボックスにネットワークケーブルを通しています。サーフェスマウントアダプターをジャンクションボックスの位置に合わせ、サーフェスマウントアダプターの片側を2個の木ネジで針の下に直接固定します。金属製のトグルボルト2個を使用して、サーフェスマウントアダプターの残りの部分も天井に固定します。銅根のタイルブリッジは付属の 50mm の M4 ネジを天井材に貫通させ、サーフェスマウントアダプターをタイルブリッジに固定します。天井材の厚みが 38mm を超える場合は長い M4 ネジが必要になります。付属の落下防止ワイヤーは片側をマイク背面の端に取り付けて、反対側を天井の構造フレームに取り付けてください。ケーブルの端末処理とテストを行うためマイクを接続します。サーフェスマウントアダプターの刻印にマイクの向きを合わせます。位置を合わせてマイクをマウントにはめ込みます。銅根の結束バンドはマイクをマウントに固定する際に補助的に使用します。これでマイクの電源投入と設定の準備は完了です。ATND1061 について、詳細や設置ガイド、ソフトウェアのダウンロードについては、当社ホームページをご確認ください。